Who you think the next Smash Fighter is gonna be? Oh! And you're gone. Oh! Are you okay, buddy? Silly dog. Me costumes. Never reacted to me costumes before. What do we got? Ooh. Ah, I was figuring it was an Octoling or something. Oh, it's an Octoling wig. Nice. I like the headgear. Ah, you get another Splatoon character? I mean, I don't know. Ooh, what's this one? Oh, Gunner. I mean, thankfully I'm glad he didn't get into the game, because, oh, I hate first-person shooter games. Alright, anticipation for Alright. We got these team costumes and Doom Slayer. ファンからはドゥームガイなどと言われますが、原作についてはここでご紹介することができませんが、 FPS の始祖ですね。どんなコンピューター上でも動くとか動かないとか。配信日は10月19日です。この日最後のファイターが配信され、それでスマブラスペシャルの配信はいよいよ終了となります。2018年3月、最初のムービーが発表されてからの感情でも丸3年半以上経過しています。中学や高校を入学から卒業までできてしまうという。開発はスマブラ4から引き続きに行われており、プロジェクトスタートから考えると小中学校合わせた義務教育もお話の長さが受けて、それはもう筆舌に尽くしがたいいろんなことがありました。しかし、このゲーム業界である種のお祭りを提供し続けられたことは価値があったのではないかなと思います。しかし、いよいよ今回がラストです。 最後の一人となる参戦ファイターをこれからご紹介します。こちらをご覧ください。 Alright, here we go. Who's it gonna be? Okay, here we go, ladies and gents. Ah, ooh, nice. Oh, there's everybody. Oh, sure, I've come a long way. Oh, the Inkling. Is Inkling still standing there after all these years? Let's see now. Ooh. Yeah. Oh, is that Robin? Oh. Ah, my boy Shulk!
the corn. Who is it? Oh, Mario? Oh, my heart is pounding! Fire character? Yeah, a lot of characters.
その分、挙動がふわりとしています。優しめです。大きな弱点ですが、体重はかなり軽いです。質量という理由は、性質というべきですかね。つまりこれは吹っ飛ばされやすいことを意味します。I find it hilarious that Isabel weighs more than Sora. おしゃれなソラのことだから頑張ってみました。体型や顔は、初代キングダムハーツのソラで、彼が衣装替えしているようなイメージになっています。後のシリーズでは成長して、髪型や体つきも違ってきますからね。ご覧ください。 Ooh, I'm curious. Oh, that's... Yeah, King Hearts too. Dream Drop. Yeah, Dream Drop. Just... Why can't I say drop? Here's Kingdom Hearts 3. 1P, 2P, 3P, 4P のそれぞれが初代2、3D、 つまりドリームドロップディスタンス、あと、3風の衣装になると豪華ですね。Yeah, それぞれで、ファイターのパートを変えています。 More poses, I love it! 中においても、ソラのコスチュームというのは多彩に変わるのですが、特に基本となるシリーズの4つを抑えられたのは大変良かったと思います。どうです、豪華でしょう。そして 5P 以降はそれぞれの服装をさらに色替えしています。 6P はキングダムハーツ2のブレイブフォーム風、 7P はキングダムハーツ2のウィズダムフォーム風、 8P はキングダムハーツ3のアルティメットフォーム。 I love the zebra pattern pants. では5P はというとこれです。Oh, that is cool! つまり表情も専用に持っている贅沢仕様です。 Yeah, I remember this from Kingdom Hearts 2. ファイタースピリッツも5種になります。 1, 2, 3D, 3, タイムレスリバー。 DLC の中では最も凝ったコスチュームであると言えますね。では技の説明に移ります。映像配信も最後なので参戦ファイターの振り返りもしたいですね。お相手として無理やりにでも全員出していきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、誰によろしくお願いしますって言ったのかな。最後までいけるかな。Sakurai is such a good man. If you guys hate on him、 ソラの攻撃は原作も踏まえ比較的ゆっくりめに出ます。出だしのスピード的には不利だけど、攻撃が出ている時間が長い分打ち返しやすいという側面もあります。またボタン連打あるいは押しっぱなしで一部の技が3連コンボになります。これがあるとさらに原作っぽい動きになりますね。具体的には弱攻撃、横強攻撃、通常空中攻撃、前空中攻撃の4つが3連コンボになります。そのまま A、 前に入れて A、 空中でそのまま A、 空中で前に入れて A。 弱攻撃はスピード速め、攻撃力低め。横強攻撃は比較してスピードを染め、攻撃力高め。通常空中攻撃は牽制でオールラウンドに使え、前空中攻撃はステージ外に追い込むのに使えます。どちらも小ジャンプから使うことで、地上戦にも効きます。小ジャンプ攻撃は攻撃ボタンとジャンプボタンを同時打ちするだけです。ブンブン振るっているだけでもある程度の脅威にはなります。ただし小ジャンプからだとヒットしなければ3発目が出る前に着地してしまいます。ヒットしない形勢なら2発止めにした方がいいかも。コンボ中にボタンを途中で止めて別の技につなぐのもありです。ちょっと忙しいですが、空中途中止めの急降下で地上コンボにつなげる手もあります、実はコンボと単発止めで相手のフットバチが変わっていることがあります。これは横強攻撃コンボ1発目に注目してください。相手が吹っ飛ばないんですよね。これは単発止め、相手が吹っ飛ぶ、威力も異なります。3連コンボ以外の技をご紹介します。まず上強攻撃、攻撃時間が長く連続ヒットします。見た目通り対空に使ってもいいですが、近ければ地上の相手を巻き込みます。また
相手の蓄積ダメージが低ければ追撃を加えることができるかも。下強攻撃、月は弱攻撃単発より少ないぐらいで使いやすいと思います。そしてこの浮かせて引き寄せられるような奇跡を見れば使いどころはなんとなくわかります。先ほどの上強攻撃などコンボの起点になります。空中コンボなども通りやすいです。横スマッシュ攻撃、大きく振りかぶってから打撃する技で、普通に使う上では撃墜の主力技。空の特徴から持続は少し長めかも。上スマッシュ攻撃、キーブレードから放つフラッシュで攻撃する技。月の大きさから対空攻撃に使いにくいところもありますが、攻撃範囲は意外と広いです。中心で当てるようにした方がわずかに大きめに吹っ飛ばすとか、結果的に相手がかわしにくくもなります。先ほどの下強攻撃と組み合わせるのも良いかも。There goes again, Link. 下スマッシュ攻撃、小ジャンプから下突きをする技。ジャンプするので足元の攻撃を避けつつ攻撃することができます。また衝撃波を含む攻撃範囲は割と広めです。ということは一部ファイターに対する置き攻めにも使えるかもしれませんね。呼吸も変えてみました。次は空中攻撃。通常空中攻撃と前空中攻撃はコンボなので、後ろ空中攻撃か。シンプルにバシンと叩きます。軽めのファイターのスマッシュ攻撃程度の攻撃力はあるでしょう。振り向きつつ使えばこのように小ジャンプからでも出せるけど、コンボが強力なので他のファイターほどのアドバンテージはないかも。上空中攻撃、見た目通り対空技として、ジャンプ力が高い空なので結果的に迎撃可能範囲は広いです。下空中攻撃、これは原作ではハリケーンピリオドと言われていた技。縦回転しながら急降下攻撃します。後で説明しようと思いますが、他のファイターではなかなかできない運用ができます。そして各種投げ、投げ前は Death Battle reference。打撃は第三者にも当てられます。 If so, Pit, I'm sorry。 投げ後ろ、oh, hey, for two. こういった投げをしますね。吹っ飛ばしが高い上、他者を巻き込むことが My girl's aim is 上投げ、oh, wait, 強肩が揃えば this is going through the 空中で投げる攻撃にも使える。 Like one after the other. I didn't notice that before.下投げ、威力は低めですが相手を引っ張らない。各種のものが下投げです。 I saw both Crom and Lucina。 そして必殺技のご説明です。 Ooh, special move。 またコチューム変えます。通常必殺技、魔法、なんと3つの魔法側に順次切り替えられています。 Oh, I like that attack。 サンダが Thunder and a blizzard。 蓄積ダメージ部分に常に装填されている魔法が表示されています。 Oh, I love the little Kingdom Hearts symbol. That's so cute. 打つたびに自動切り替えで次の魔法が装填されるので、使う側も対戦相手も次に出る魔法を意識すると良いでしょう。まずファイダー、まっすぐ横に飛ぶ魔法でボタンを連打することで連射できます。止めると次のサンダガへ。弾が大きめでリアクションが大きめなので中距離が得意な相手によく効きます。単発で放ってそれを起点にいろいろな攻めをするのにも向いています。サンダガは雷撃がまっすぐ3つ目の前に落ちてきます。隙が大きく当てにくいところありますが、攻撃範囲が広く最初の1発に当てれば3発とも当たるようになります。空中発動によるサンダガは地上よりも範囲が狭くなります。ただうまく当てることで画面外押し出しにも有効に使えます。相手の行動を制限しやすいのでハマれば強いですが、くれぐれも隙にはご注意。次にブリザが、攻撃範囲は広いが相手を凍らせられるという特徴があります。無数の弾が出るのでかすって当てるよりも直撃してたくさん当てた方が良いです。凍らせられたらボタン連打などで復活を早められますが、原則的に蓄積ダメージが大きいほど長く凍っています。
当然追加攻撃を与えるべきですが、消化中のダメージは半減します。できれば解除された時にヒットさせるのが多い。魔法はそれぞれ反射ができます。性質上上に打ち上げてしまうサンダガには効果が薄いかも。吸収もできます。特にブリタルがまとめて吸収された時の回復量などは大きめ。しまうこともできますが、サンダガは真っ下に落ちるため、Wait, why didn't I say Mega Man? That's Villager. ブリザガは粒子の中の一つしか使えないので、実質出番はない。So it's not going entirely in order, but it's pretty darn close. My boy is Shulkin Robin! Woo! 低い範囲でどんどん使うと良いでしょう。それぞれにヒットしたり、かわした後まで考えられれば、おのずと戦法は広がることと思います。対戦中、使いたい魔法に合わせておくため、しれっと空打ちするのもあります。サンダガ使いたいなって、こうやって。ところで余談ですが、ウェアアピールでも順番に切り替わる魔法表現になります。ストップガン、エアロガン、ケアルガン。ただし、何の効果もないんですけどね、見てくれだけとはまさにこのこと。横必殺技、ソニックレイフ。なんと3回任意の方向に飛べる技です。最初は必ず真横に飛びますが、この技によってかなり柔軟性のある飛行ができます。連続で飛ぶのはスティックを飛びたい方向に倒すだけ。ボタンを連打すると2回目以降に近くの相手にロックオンをして飛びます。この時の攻撃力はより高く、また移動距離も多少長いです。ただし自滅に注意。移動はピカチュウや月光が上必殺技に似てますが、ロッコによる突進はアバウトな反撃手段として有効です。使い分ければ移動にも攻撃にも頼りになる技です。高い突進力を誇るのは言うまでもありません。相手に当てたらその状態を見て攻撃を続けるか迷うかを使い分けたら良いと思います。落下の私にもです。なお突進のたびに速攻の距離が少しずつ落ちてきます。相手にヒットしたりシールドされても下がるので、相手の近くに隙をさらさないようにご注意。こっちに向かいます。上必殺技はエリアルスイープ。回転しながら上昇し相手に連続打撃を与えます。リンクの空中回転切りに似てますが、こちらは地上にいても上昇します。吹っ飛ばし力もそれなりにあるので、うまく当てれば上空の相手を引きついていきます。なお上昇中わずかに左右に動くことができますね。そして誰もが頻繁に使うべき重要なポイントとして、上必殺技後ジャンプの頂点では横必殺技ソニックレイブにつなげられるという性質があります。これはとっても大事なのでぜひ覚えてください。画面のどこにいたとしても空中ジャンプ、エリアルスイープ、ソニックレイブを併用すればかなりの追撃や復帰ができます。もう空は空のものといっても過言ではないかも。例えば下空中攻撃、上必殺、横必殺、3つのうちの2つほど上昇要素があれば十分です。空中ジャンプで制空権を取ってからとか、空中コンボを空中ジャンプでフォローし、上必殺とか横必殺で戻る。上必殺から横必殺で締めるのは必ずマスターしてください。これは逆にしても発動しないです。空中コンボを振り回し適当なところで帰るっていうのも結構有効です。相手の復帰手段が攻撃系なら、次にご紹介するカウンターを当てるのも良いでしょう。余裕で帰れます。相手はそうじゃないかもしれないけど。というわけで、下必殺技はカウンターなのですが、他のファイターのカウンター技と性質が異なります。これが普通のファイターのカウンター。相手の攻撃はピタッと止まっていますが中断はされていません。こちらが空のカウンター。相手の姿勢が崩されています。これは原作にあったカウンターを再現しています。相手が少し遠のくことは覚えておくと良いかも。
Ooh, nice grab, man. My girl's firing missile! Woo! 強い打撃を与えます。前方に対してカウンターするので、後方からの攻撃は受けにくいです。必ずダメージを食らうというわけではありませんが、なるべく前で受けましょう。それと、飛び道具などを受け流すことができます。多くの弾は後方に流ってしまうために反撃にならないですが、受け流し後に即攻撃するので、近い相手の打撃にはなりやすいです。多人数戦なら第三者に当たることもあるかも。攻撃力は 1.4 倍ぐらいに増えています。なお受け流した弾は空に攻撃点があります。おー、ナイス。That was a good move. 以上、技をご紹介しました。全員綺麗に登場させられたはず。皆様、お疲れ様でした。Woo! 皆様って誰？あれ、最後の切り札は、oh, yeah. かもしれませんが、ここでは説明を省略してしまいます。自らの目でも確認も。なお、切り札の名前だけお伝えしておくと、鍵穴の封印と言います。Oh, that sounds so cool. 総合的に見て、ソロは非常に原作っぽい特性で動くことができます。お楽しみください。Oh, what's the stage? 次にステージのご紹介です。逆巻く滝の底から遠くに見えるのは、Atlantica from Little Mermaid? I apologize if I get this wrong. キングダムハーツの終盤付近で登場するマレフィセントの巨匠。2ではレディアントガーデンとして再建が進んでいたところですね。Yeah. Okay, I apologize for calling it Atlantica, everybody. ローマスティオンと歌詞、またレディアントガーデンとして再建されています。I got them, I just haven't played them yet. Still have yet to set up my PS5. フォローバスティオンの近くを巡回しながら戦います。原作地形が垣間見られますね。原作では難所だったこともあり、この地形を眺めながらいろいろ思い出すことが得られるのではないかなと。しかしこのステージ、単純にフォローバスティオンを周回するだけではありません。制限時間が近づいたり、ストック数が減ることで試合終了が近づくと、これはダイブトゥーハートと言います。なんていきなり演出なんだろう。登場キャラクターもいろいろあります。お見せしていきます。 So we got Riku and Kairi. Oh, that's Riku's. Oh, Roxas. Shion. Apologize if I mispronounce that. Terra. Ventus.こういった S でいろんなキャラクターが楽しめるのは望ましいところではないかなと思いますね。あ、いや、それすごい。もちろん、戦場か、終点かもできます。それでは、恒例のお試しプレイに行きたいと思います。前回のカズヤの収録の時、実は CP の都合で近接戦闘がほぼ効かないっていうような状態になっていたんですね。なので、遠くの間合いからという攻め方をせざるを得なかったんですが、まあ、開発中あるあるで、どういう風になるかなと今回、今回は体力セリアローと思います。これだと、空の空中制動能力みたいなものはあんまり生きないルールなんですが、もしもこれでフィニッシュをするとちょっとだけ原作に沿った素敵演出が入ることになると思いますので、はい、今回の相手はカーブサフロー、that's fitting. ゲームのある2人、he knows how it crossed over with Final Fantasy and Disney. That we're gonna see the latter though. 魔法的な性をしたり、よしよし、カウンター居酒屋やっても第三者に邪魔をされるというのはもちろんありますね。あ、忘れてた、コンボをキャンセルしているとかもやんなきゃね。痛い。
だかんだで一進一退の攻防ですけど、セフィロスだけがちょっと一致してるかな。 Come on, sir! You got this, dude! Oh, there he goes! Oh, and there goes Cloud! Daito Han が始まりました。 Ooh, who are we gonna get? And it's... やっとか。It's Ventus! I really hope I got that. よし、まとめていくぞ。 Ooh! We got for the final smash! Oh, I like that. Oh, nice! Ah, just got Cloud. Nice. Sora's just chillin'. And there goes Sora. Sephiroth. Almost said Sora, my bad. Ooh, one more hit. Boom! There goes Cloud. Ooh. Oh, I like that. Alright! I like his victory pose! That's cute! Soundlist. 次に音楽のご紹介です。原作におけるそれぞれのワールドに紐づく曲の使用はできなかったのですが、それ以外の主要曲から検討しました。実装されるのは全9曲です。ステージがホローバスティオンであることを前提に、対戦シーンにも通用する代表的な曲をピックアップしています。全曲原作の音源そのままです。アレンジは基本的にはないのですが、連動企画というのがありまして、キングダムハーツメロディーオブメモリーという作品があります。これをプレイしていると、その作品内にあるディアリービラブドスイングバージョンが追加されます。ディアリー・ビラブドは、タイトルで流れるキングダムハーツを代表する曲、対戦には合わない曲であり、原曲の実装は難しかったのですが、これでなんとか。なお1曲だけ書き下ろしの曲があります。Another victory pose. 勝利時のファンファーレ、ハンドインハンドベースですね。ここはオリジナルの作曲家である下村陽子さんに書き下ろしていただいています。ありがとうございます。多数あったスマブラ用アレンジ曲もこれが最後になりましたね。原曲アレンジを含むたくさんの音楽家の皆さん、どうもありがとうございました。Round of applause for them. いろいろ仕掛けられてファンも喜んでいると思います。Ooh, Spirit Board! So you got Kyrie, Riku, Shion, Ventus, Aqua, Terra, Axel, and Roxas. Riku, Shion, Axel, Roxas. Mina mikata character desu ne. Axel, Aqua wa namae ga kaburteiru betsu no character desu kara sakufin mei ga kakko de tsukimasu. 省略するとしまらないので、改めて配信日です。10月19日に配信予定。ファイターパスモル2があればそのまま受け取り、たったりでも購入可能です。 And there's the full Fighters Pass! Min Min, Steven Alex! アミーボについてもお知らせします。残念ながら現物が手元にないのですが、まずスティーブのアミーボが2022年春に発売予定です。僕を見ましたが、Anything for Power Metal? I'm curious. どこから見てもスティーブ。加えてアレックスもアミーボ化されることになります。 Ooh, nice! And Alex Amiibo too! これはまさしくアレックス。上から見ても下から見てもアレックス。そして以下のアミーボも発売決定です。 Ooh, Pyromithor Amiibo is definitely buying those! このフィギュアとして出るのはなかなか熱いですね。 And I'm still trying to look out for the Joker Amiibo. 本番組の収録に伴いいただいた新情報があります。キングダムハーツの各種シリーズが Nice! なんとクラウドゲーミング方式によって、あのキングダムハーツ3まで遊べるようになっているんです。対応タイトルが3つありまして、キングダムハーツ HD 1.5 プラス 2.5 リミックス、これは
初代と2のカップリングでチェーンオブメモリーズなど関連作品もあります。次はキングダムハーツ HD2.8 ファイナルチャプタープロローグ。これはつまりキングダムハーツ 3D のリマスターがメイン。 3D ことドリームドロップディスタンスは 3DS で出ていた作品です。 Correct me if I'm wrong, but isn't this where the world ends with you cast appears? いわゆるダーティカー編の完結を迎えます。つまりこれらを遊べば空の足跡は全てたどれるということです。私はこれらをすでに遊んでいますが、全員クリアするのはかなり骨太な体験になると思います。凄まじいボリュームで。 I will do my best for that. それでは続報をお待ちください。というわけでいよいよお開きです。Ah, this feels so bittersweet. Sora! With my girl Samus and my boys Joker and Shulk! And Morgana by extension. Finally! Ooh, what do we got? 大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの最後の放送が終わりました。本当に終わるんだな。仕事を重ねていればいつかは達成できるということでしょうね。Good words to live by. 私のツイッターで今日の1枚と称してスクリーンショットを上げていますが、冷静に見るとたった1本のゲームソフトから取られているとは思えない幅ですよね。それだけいろいろ作ってきたということではあります。今までの大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの実績などを軽くまとめてみました。ご覧ください。Ultimate Summary. Fighters 89, counting Pokemon trainers with third black. I'll look over it again another time. 101. Over 1,000 songs, including victories. Over. としては未曾有の領域だと思うのですが、それぞれのキャラクターには一つ一つ開発者や関係者、原作ゲームの世界ファンなどがいるわけです。それを一手にお預かりし制作をするというこの仕事は他では味わえない軽で重大な仕事だったと思います。スタッフはもちろん広報などを含む関係者、原作に携わった方々、支持してくださった方々、楽しんでくれた方々も全て含めお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。 Thank you as well. 最後に、空参戦ムービーの完全版、ゲームパートなどが加わったものをご紹介してお別れにしたいと思います。皆様、今までどうもありがとうございました。 Arigato Sakurai. If you don't know what I just said, it's basically thank you in Japanese. Alright, let's see this full trailer. Oh no, that was Marth, not Robin. I feel so dumb. There's my boy Shulk again. Big Sis Samus, I can see Corrin. Ah, so many enemies. Thank you.
before. And there's my boy Pet. You can see him. Just have to look really closely. That there aren't any Disney characters. Oh, Sora versus Sephiroth, bring it on! Booyah! Bye-bye! I am so happy, and happy for everybody else.